風がひょうひょうと吹き渡る陸奥湾に臨む浅虫温泉。今日はこの町の名物料理津軽鍋をご試食ください。寒い北国、まして冬場とあってはお料理は鍋物に限るというもの。体が芯から温まりますからね。材料はタラが中心。タラというと安魚のように考えられる向きもあるようですが、ひと塩にしたタラの肉は上品で淡白、チリにすればタイにも劣らない。しかも卵もクワタも肝臓も何でも食べられて捨てるところのないのが特徴。この鍋にも骨以外すべて切り身にして使います。取り合わせには高野豆腐、木、白菜、長ネギなど鍋物の常連が揃っています。これらの材料を土鍋で煮込みながら食べるわけで、まあ、ごった煮風たらちりといったところ。もともとこの地方では野菜をごった煮にするのをジャッパ汁と呼んでいましたが、最近ここ20年、陸奥湾にタラが大量に取れるようになったので、ジャッパ汁にタラを加えたのがこの津軽鍋。今ではこの地方の代表的料理の一つにのし上がってしまいました。タラは値段も安く家庭向き、しかも生きの良いところがふんだんに手に入るんですから、冬の津軽地方ではどの家庭でも囲炉裏端で囲むのが最近の習慣とか。見ているだけで体が温かくなってくる津軽鍋、お宅でも一ついかがですか奥様。